闘技場は今日も混んでるな。ここはモンスター製の闘技場だったはずだけど。啊，尤其又今天是以一个整个骑士的这个服装出阵了。其实我更喜欢他那件当时在学院里面那件衣服啊。なんだお前は、何人の獲物を取ってんだ。なあ、どうしたんだ。あ、バトル中にプレイヤーが乱入してきてな。乱入？プレイヤーは他のプレイヤーが対戦中は闘技場エリアへ入れないんじゃ。なあ、そうなんだけど、あいつは闘技場エリアに急に現れたんだ。急に？ああ、しかも戦ってたモンスターをいきなり倒しやがったから。くそ、舐めるなよ。僕は守るんだ。哇，这个声音挺符合的，尤其又这个形象。はい。おい。あ、やりやがった。よくも、このオレンジ野郎。邪魔をするな。やられたやつの仲間か。闘技場へ降りてったぞ。くらえ。あの仲間やるじゃないか。連続攻撃で押してるぞ。あのオレンジプレイヤーも防戦一方だ。いや、見切られている。どうした、不意打ちで倒したからっていきがりやがって。おっ、オレンジプレイヤーが大きく相手を崩した。せっ、オレンジ野郎の重い一撃が決まった。相手はスタンってるぞ。あの構えはソニックリープ。あれを食らったらやられる。ダメだ、これ以上は誰かが止めないと。え、おい、あんた降りてってどうするつもりだ。やめろ。くっ、はっ、お前の相手は俺だ。君も僕の邪魔をするんだね。お前の目的は何だ。僕の目的、目的は、こんなそれほどの権威を持ちながら、なぜ、なぜ無抵抗の人間を斬ろうとする。それはあの人を守るために。あの人、あの人とは誰だ。あの人は、とは、しまった、急に力を抜かれて体勢を崩された。早く体勢を立て直さないと追撃が来ない。あれ、僕はなんで、何を。どうした、なぜ追撃してこない。戦いの続きはしなくていいのか。戦う、なんで戦わないといけないんだい。え、いや、だってお前が、どうなってんだ。もしかしてさっきまで俺と打ち合っていたことも覚えていないのか。覚えてない。あ、应该是、そういえばどうして僕はこんな格好で。应该是刚刚何をしていたんだろう。整变成整合骑士，然后失去了个吉野，现在又变回了平常那个有吉野。刚刚说了个那个人，估计是爱丽丝。さっきまでと違って目に正気を感じる。どうやらとぼけているわけじゃなさそうだな。现在变回平常的有吉野了。そんなことを僕がしたの？ごめん、覚えていないんだ。这里关照一下没有看过 UW 片的观众，这个是游吉欧，也就是刀剑神域第三季的男主角Kirito 的一个基友，到时大家就可以看到了这个角色。覚えていない。具体我就不说了。それは一時的なものなのか。いや、俺に謝られても困るけど、それよりどうするんだ、オレンジプレイヤーさん。僕の名前はユージオ。そのオレンなんとかっていう名前じゃないよ。然后这个橘色玩家就是攻击玩家的玩家，就会被系统就赋予为这个橘色玩家。俺は、あ、だ、いやいや、そうじゃなくて、ユージオか。ユージオはオレンジ状態だけど、どうする気なんだ。オレンジ状態？どういう意味だい。オレンジを知らないのか。マニュアル。あ、君の言葉は難しい言葉が多いね。そうか、基本中の基本だと思うけど。ユージオ、
最近見つかったオレンジ解消クエストがあるんだ。よかったら紹介するぜ。オレンジ解消クエスト？なあ、オレンジというのは他の人を理由もなく傷つけた人は、お前はさっき相手に対戦を申し込んだわけでもないのに傷つけ罪なあ、そしてその罪を負った状態、つまりオレンジを元に戻すには、然后红色玩家就是把对方杀死了。其实这个游戏就我们玩的时候也会将自己的角色变成红兵的，只要你是佩戴这些改装，就是去淘宝啊什么自己去修改一些装备，你就会永远都成为红兵玩家。人を傷つけたことを反省するためのクエスト、試練を受けることが必要となる。なるほど。僕はオレンジだから他の人から傷つけられても文句は言えないしな。噂によると簡単だっていう試練がある。オレンジがよく分かってないユージオでも無事クリアできるんじゃないかな。よくは分からないけど。じゃあ決まりだ。一時はどうなるかと思ったけど、無事オレンジ解消の試練を受けられたな。うん、ありがとう。ある程度予想はしていたけど、本当に何も知らないんだな。いい装備してるのにシステム周りを全く知らない。おっと、俺はもう帰らなきゃいけないし、ユージオ、さっき説明した通り、あのキャンプなら問題なく過ごせるはずだ。それとよかったらオレンジ解消クエストに行くときは誘ってくれ。うん、さっき君に教えてもらったメッセージというのを送ればいいんだよね。ああ、そうだ。なるべく時間は作るから一緒に行こう。わかった、ありがとう。待たせたか、ユージオ。いや、僕も今来たところだよ。オレンジ解消の試練でいいんだよな。うん、お願いするよ。わかった。じゃあまずは試練の目的地へ行こうぜ。この試練はこの世界に慣れていない人のオレンジ解消として最近見つかったらしいんだ。しかも楽だったって噂があって気になってたんだ。着いたな。で、あれ、誰もいないぞ。君はここの子供かい？うん、そうだよ。子供がいたよ、キリト。あ、这个终于叫回キリト了。この子供の頭の上にクエストマークがついている。ユージオ、この子に何か困ったことがないか聞いてくれ。わかった。ねえ君、何か困っていることはないかい？困っていること？もしかしてお兄ちゃんたち冒険者？前に僕たちは冒険者と周りに呼ばれているって言っていたよね。そうだ。うん、その冒険者っていうのは僕たちのことだよ。本当に来てくれたんだ。じゃあもう困ったことはないよ。あれ、でもおかしいな、ルテーレがまだ帰ってきてない。ルテーレ？うん、僕の妹なんだけど。男の子の頭の上にあるクエストマークが受領マークに変わった。キリト、なんか気になるね。なるほど。勇者は嫌な予感がする。うん、行こう。あそこでモンスターに襲われている子供がいるぞ。勇者は子供を頼む。俺はモンスターを引きつける。モンスター？あ、分かった。おいお前、こっちだ。そうだ、こっち向け。って、なんでこっちにターゲットが映らないんだ。ターゲットがあの子や羊から映らない。もしかしてこのクエストが楽っていうのはヘイトがプレイヤーに向かないからか。バックアタックは取れるけど数が多い。ユージロ、そっちはどうだ。切っても切ってもキリがないよ。囲まれた。そっちに行くまで耐えてくれ。キャー。え、突然要战斗啊，有事，我手柄没电了，插个电线。一排十人话，哇，我这个装扮真的是太攻口了，源源不断的。
んとか倒すことができたね。大丈夫かい、キリト？なあ、大丈夫だ。ユージョこそ、グッジョブ。グッジョブ？又教別人グッジョブ。なあ、こういう風にうまくいったら、相手を褒めたたえるときに使うんだよ。へえ、そうなんだ。キリト、グッジョブ？なあ、でも発音がちょっと違うな。グッジョブだ。グッジョブ。そうそう、そんな感じだ。じゃあクエストの報告をしに、さっきのこのところに戻ろうか。ありがとうお兄ちゃんたち。よかったよ、これでもう大丈夫だね。最近魔獣をこの牧場の周りでよく見かけていたから。でもルテーレにはあまり遠くに行くなって言ってたんだけど。ルテーレ、これで大丈夫だぞ。うん、お兄ちゃん。それじゃ僕たちは行くね。うん、二人とも仲が良くて。まあ、友情のオレンジ状態も解消できたし、ひとまずは安心だな。ちょっと気になることもあるけど。友情、もう大丈夫だから。さっき説明した通り、それで何か困ったことがあったらメッセージを送ってくれ。うん、ありがとう。しかしこのクエストは何かおかしい。実際に友情のオレンジも解消されたし、一見問題はないけど、攻撃してもターゲットが移動しなかったのはなぜだ。でも何匹か羊はやられたが、あの女の子は守れた。これでよしとするか。まだ終わっていない。あれ、どこだ。友情からのメッセージが来たから待ち合わせ場所にやってきたのに。お待たせ、来てくれたんだね。当たり前だろ、ユージオ。ちょっと気になることがあって。やっぱりそうか、もうオレンジは解消されたのに町に来ないから気にしてたんだぜ。ありがとう、心配してくれたんだね。でも君が教えてくれた町へ行くのはもうちょっと待ってほしいんだ。分かった。実はそのユージオの気になることに関係することで聞きたいことがあるんだ。あの牧場の兄弟のこと？当たり。僕も気になって牧場の周りを調べたんだけど、あの魔獣が数匹現れるぐらいで変化がなくて。それについては心当たりがある。本当かい？ああ、そのためにもユージオに確認したいことがある。クエストリスト？ああ、前に教えた試練の書のことだ。これは試練が増えている。前に見た時は何もなかったのに。やっぱり。ユージオ、その試練の書にはなんて書いてあるんだ？ちょっと待って。農場一帯を支配下に収める巨大魔獣を倒せってあるよ。なるほど。そうか、教えてくれてありがとう。ああ、早く行こう。一緒に来てくれるのかい、キリト？ん？当たり前だろ。俺たちであの兄弟をくだらないシステムのしがらみから解放しようぜ。君の言うことはたまに難しいけど、そうだね、行こう。ああ、行こう。要开始战斗跟这个魔兽。啊，就是一只古树是吧。这个古树的体型是邪神的一个体型啊，105级，守护术，我加两个 buff 已经够了，还挺厚血的。もう少しで HP ゲージが1本削れる。よし、残り1本。ユージョ、気をつけろ、攻撃方法が変わるぞ。分かった。待て、これでは契約が違う。モンスターが語りかけてきた。我は契約を履行しているに過ぎない。その契約と、契約者の妻の病を治すための薬の素材を我が提供する代わりに娘を差し出す。そんな、それじ
契約者は我が死ぬと契約者の妻の病は治らず死んでしまうぞ。覚悟？そんな突然。だからお前たちが私を攻撃することは契約者の死を意味するのだ。だからといってあの女の子の死を許しては。キリト、どうしよう。いや、これは僕が決めなくてはいけないことだ。僕の罪は僕が償わないといけないんだから。ユージオ、キリト、お願いがあるんだ。分かった。ありがとう。それじゃ続きをしようか。愚かな判断だ。ならば私の全力を出すとしよう。来るぞ。おう。第二波。行くよ。甘いぞ。来，我给你加个 buff。ユージオ、俺はお前の判断は間違っていないと確信している。事の顛末を見に行こう。俺たちにはその責任がある。そうだね。あ、冒険者のお兄ちゃんたち、どうしたの？ちょっと聞きたいことがあるんだけど、お母さんは家族に何かなかったかい？蔷薇之間真好看。よくわかったね、お兄ちゃん。お母さんが良くなったんだ。え？どういうことだ？お母さんは具合が悪かったんだよね。うん、ずっと寝たままだったんだ。でもまだベッドの上だけど、今も起き上がってみんなで話をしてるんだよ。そっか、それは良かったね。でもどうして君だけ外に出てきたんだい？僕はお母さんにルテーレをよく守ったねって褒められて恥ずかしいから出てきちゃった。何も恥ずかしいことなんかないよ。ね、お母さんに言われてたんだ。お父さんを手伝ってルテーレを守るようにって。だから羊たちが襲われ始めた時に冒険者の人たちに守ってほしいって頼みに行ったんだ。そうか。あ、ルテーレが呼んでる。それじゃあね。どうやらあの魔獣は嘘を言っていたようだな。これであの兄弟は安心して暮らせるかな。ああ、暮らせるさ。ユージオ、確認してきたぞ。どうだった？大丈夫だったよ。あの兄弟に試練はもう発行されていない。そっか、よかったよ。なあユージオ、聞いてもいいか？なんだい？改まって。ユージオはあの兄弟に執着しているようにも見えた。それは実は僕もよくわからないんだ。それは僕の失われた記憶が何か影響しているのかもしれない。僕にも兄弟や兄弟のように育った幼馴染がいるのかもしれない。情同手足的这个童年好友应该算了，我不剧透了。だからあの兄弟を見て放っておけなかったのかな。いや違う、記憶の中に兄弟がいようがいなかろうが。ありがとう。まあ間違いないよ、ユージオって男はそういうやつだ君もね。俺？そうだよ、君が一緒に来てくれて僕は嬉しかったんだ。それでこの君に頼みがあるんだけど。なんだよ改まって、何でも言ってくれ。僕とこの友達になってくれないか？え？あ、いや無理にとは言わないんだ。ただユージを何を言っているんだ。う、そうだよね。俺はそのもうとっくに友達だと思ってるんだけどな。这里可以看到 Kirito 他很紧张。啊，
ありがとう。グッジョブだよ。いや、ユージを。え？違うのか。難しいね、この世界は。あ、ユージを、実はお前に言わなくちゃいけないことがある。お前はこの世界の人間じゃない。詳しくは言えないが、この世界は正しくは世界じゃなく、そしてお前は違う世界から来たと思う。そうなんだ。僕はこの世界の住人じゃないんじゃないかって。ユージを。对，松刚用了阿姨的好。神聖術も使えないし、見たことも聞いたこともない魔獣が。でもいつか僕は僕の世界に帰って本来の目的を果たすというのは諦めてないんだよ。ああ、その時は俺にも手伝わせてくれ。うん、それは頼もしいね。それでね、そんな僕だけど、それでも友達でいてくれるかい？当たり前だ。ありがとう。これからもよろしく。好了。